のりちゃん、のりちゃんおいで。のりちゃん来たね。どうしたの？行っちゃった。のりちゃんおいで。のりちゃんおいで。靴下持ってきたの？靴下持ってきたの？うりりりりりり。うり。うるおいだ。えらい。のりちゃんうまいね。のりちゃん。はい。あ、のりちゃんおしっこしてる。タオル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 。おしっこすごいね、のりちゃん。すっきりしたんだろお前。だが掃除させやがって、のりちゃん。この野郎、反省の弁を述べよ。今日は何をするかというとですね、のりちゃんに服をね買ってきましたからね。服服着せてあげるからね、のりちゃん。のりちゃんファッションショー。いや、最初はですね、まずのりちゃんお座り、のりちゃんお座り、お座り、はい、フード付きの、これパーカーなんていうの、これフード付きのあったかい服だよね。はい、これからの季節ね、あったかいの着ましょう、のりちゃん。スリスリスリ、フリース素材かな、フリース素材のフード付きの服ですね。はい、でですね、ワンちゃんとかね、猫ちゃん飼ってて、まあワンちゃん、特にワンちゃん飼ってて、こう洋服買いたいって人の注意点なんですけど、もちろんこのね、体のサイズあるんですけども、ちょっとのりちゃんごめんね、立って、一回立って、こうなった時に、のりちゃんまああれですけど、ダックスとかね、体が長い動物は、これ今のりちゃん3号っていう服着てるんですけど、これの3号の L ってのがあるんですよ。ロング、そう、ロング、結局ここが長くなってるやつがあるんですね。それを間違って買っちゃうと、もう本当に長くなっちゃうし、こちらお腹の部分も長くなっちゃうんで、おしっこがかかっちゃうようになっちゃうんですね。ちなみにまあこれはのりちゃんおしっこの部分ちょっとごめんのりちゃん、恥ずかしい格好させてるけど、こういう感じになってるんで、お腹がもう丸見えなんですよ。じゃあおしっこした後やからっていう感じなんで、なんていうの、おしっこがかからないんですね。まあもちろんその犬によって体格もありますし、おしっこの仕方も違うと思うんで、必ず濡れないってわけではないですけど、ちょっと今はね、のりちゃんにはこのサイズがぴったりです。あと、これフード付きのやつ気をつけてほしいのが、犬によってはフードかぶってても全然気にしないって子もいるんですけど、フードかぶってると歩かなくなったりとか動かなくなっちゃう子もいるんで、のりちゃんはちなみにフードかぶってると動かなくなっちゃうワンちゃんです。なのでフードはかぶせないでね、こうやってラフな感じにさせてもらいます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続きまして、先ほどあったかいフリースの素材だったんです。次は何ですか。あら、ダウン、なんていうの、まあ、パーカーですかね。ダウンのパーカー、ちょっとおしゃれなね、シティボーイ的なかっちょいいパーカーですね。はい、でうちらほらパーカー着るときこうやってお腹にポッケのあるじゃんここにね、ポッケのギミックがあるんです。まあない、入らないんですけどね、背中の部分にそのギミックがあります。はい、のりちゃん着せましょう。で先ほどのやつはこうやって頭からスポッて入れるタイプだったんですけど、これはもう前の部分が、前の部分がこうやって完全に開くので、こういう風にして着せるタイプ。のりちゃん、かっこいいね。パーカー似合うね、フード付き。はい、こういうね、前でこうバリベリっとこうマジックテープでつけるタイプの注意点なんですけど、掛け違いっていうかね、ここがまっすぐちゃんとならないとダメですし、あとマジックテープ止めるときにね、毛を挟まないようにしてあげてくださいね。どうですか、のりちゃん。これはもうね、普段結構使ってるんですけど、散歩してても可愛い可愛いってなる感じです。いいよね。これ多分買った中で一番お気に入りじゃない？はい、ということでね、フード付きのかっこいいパーカーですね。ねえ、のりちゃんどうですか？お前服着せられてさ、お散歩行くつもりになってんだろ。今日やったから、お散歩行ったからな、もう。はい、じゃあ次行きましょう。はい、のりちゃん3着目だね。続きまして次は何ですか？はい、次はちょっとコスプレ衣装なんですけど、蜂の服ですね。で、ここにね、針がついてるのと、これね、最初はね、ここにレースがついてたんですけど、ちょっとそれは女の子チックすぎるって言うんで、ちょっとレース外しました。うん、で、これは頭から被るタイプと、ここからですね、リードの紐入れられるようになってます。羽気に入ったのかな。はい、では着ててみましょう。
のりちゃん、かわいい。ミツバチのりちゃんだね。どうしたのりちゃん、おとなしくなっちゃって。かわいいね。これ羽ですね。でこれ針で、ここにね触覚ついてたんだね。ポチッて。でツイッターとかインスタグラムでちょっと写真あげましたけど、これね実際動画にする初めてですから。かわいいですね。ブーンブーン。フードかぶるとこんな感じ。浮いちゃうね、のりちゃん。ピロン。かわいい。のりちゃんどうですか。これもね結構ね、あのフリース素材みたいな感じ、あったかいよね。うん、かわいいかわいいって言われますからね。うん、かわいい。はい、じゃあラスト4品目いきましょう。のりちゃん最後の一着ですよ。のりちゃん最後の一着ですからね。はい、最後の一着は、はい、2着目のね、パーカーがないバージョンみたいな感じだよね。かっこいいですね。のりちゃんめっちゃ、これめっちゃ気に、お気に入りだね。なんかグイグイいくね。これも前はねこうバーって全部開けて着せるタイプのやつです。フードがない分ね、あの首周りとかもスッキリすると思うんで。興味津々やだから、うん、のりちゃん渋いね。なんかいいね、かっこいい。うん、かっこいいな。ニューヨークって書いてある。東京ですけどね、めちゃめちゃ。かわいい、のりちゃん。はい、今回ね4着紹介してきましたけど、どれが良かったでしょうか。ちょっとね、アンケート、ここら辺にねアンケート載せておきますので、ちょっと、ね、どれが良かったか投票してみてください。かわいい。はい、でね、ワンちゃん個体差あるんで、ワンちゃんによっては全く服着せられない、ワンちゃんもいますので、そこら辺はね、ちょっとワンちゃんとご相談したりとか、あとメーカーによってね、これは3号なんですけど、メーカーによっても同じ号数でも大きさ全然違うからね。びっくりするぐらい違う。一回りとか、1個号がずれるんじゃねえかぐらい違う時もあるからね。ちゃんと測ってから、あとは試着できるお店だったら絶対にね、試着をして、買ってあげてくださいね。はい、ということでのりちゃんのファッションショーでした。バイバイ。はい、のりちゃん頑張ったからね、ご褒美あげましょう。こぼしちゃった。もう一回するか、のりちゃん。もう一回やる、のりちゃん。もう一回やるな。ご褒美の方が喜んでるな。のりちゃんこっち。まだ1、2、3。おー、偉いねー。上手上手。